か飲み物とかないの？じゃあ始めましょうか。こんにちは。こんにちは。カメラマンの佐藤さんです、はい。はい。どういう人かは概要欄かどっかに入れときます。入れないかもしれないです。なんかカメラマンになった経緯っていうか、佐藤さんってこうお仕事してたじゃないですか。うん。お仕事してたのに途中からカメラマン目指して仕事辞めたじゃないですか、うん、その辺の下りのなんかこうなんか気持ちの変化、うん、どういう気持ちの変化とかきっかけで、カメラマン目指そうと思って仕事辞めたりとかそういう結構大きな決断をしたのかっていうのと、あと独立してからこうちょっと売れない時代あったじゃないですか、佐藤さんに。異常にうまいのに、写真だけは異常にうまいのに。そうだね、そう、写真だけは異常にうまいのに売れない時代が結構あって、だそういう時のなんていうんですかね、やり過ごし方なのか、それともなんかその売れるために頑張った方法というか、なんか そういうのをなんか知りたくて。最初大学卒業してからは、うん、就職したんですよね。そうそうそう。何の仕事してたんですか？物流。神戸製鋼とか、はい、住友電工とか、はい、重量実は使ってる、はいはい、結構特殊な運送会社で、まあ、そこのね、はい、まあ、営業。それなんでそこに就職したんですか？特にやることがなかったから。なんか面白い。あ、でもこの話したじゃん、これ。東京ディズニーランドに就職したかったから。あ、言ってましたよね。そのディズニーランドに就職したくて就職活動したけど、うんうん、失敗したんですか？うん、分かるわけない。まあね、それで、まあ、あの働ける場所を探した結果、そうそうそう、そのまあ物流の会社にたどり着いて営業やってたんですか？うん、うん、そう、まあ、営業、本社の車両購買部ですね。まあ、どう話してもわかんないけど、まあまあ、トラックとか買う部署があって、はい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 、はい、トラックなんてそうそう買わないからね。まあね、買わないでしょうね。暇なんだよね、本当にやることなくて、はい、これ僕を辞めさせたいんじゃないかなってぐらい暇で、もうとにかくもう苦痛でしょうがなくて、なんて思ってたら1年後に転勤になって、はい、うん、まあ、そっからはね、まあ、それなりに忙しかったし、はい、まあ、残業もあったし、はい、まあ、それなりにお金ももらえてたし、はい、充実はしてたの、へ、うん、それなりに、はい、別に不満も別に ないなく、まあ、休みもちゃんとあるし、はい、うん、全然別に不満もなかったんだけど、はい、まあ、楽しくもなかったんだけど。その時は本当に何もしてなかったんですか、うんうん、飲みに行くのが楽しみみたいな。飲みに行くのもさ、運送会社だから、はい、錦糸町のなんかフィリピンパブだったんで、なんか終電で帰れなくなってカプセルホテル泊まって帰ったりとか、はいはいはい、帰って、まあ、次の日また会社行ったりとか、あっていう感じだったけど、でもなんかそれも、はい、月に行ってたかしたら、なんか、まあ、しょうがなく、行ったら行ったで、それは楽しくなくはないけど、うん、まあ、どちらかといったら面倒くさいのが多いっていうかさ。へえ、うん、その状態で何年ぐらい働いてたんですか？まあ、だから丸3年ぐらいだと思うんだよね。で、まあ、きっかけがやっぱあれだね、その夏休みと有給を使って、はいはい、アフリカ行こうかなみたいな。急に？まあ、元から行きたかったんだろうけどね、なんだろうね、急にだね。急に、うん、海外旅行とか行ったことなかったし、急に、無償に行きたくなって、へえ、まあそう、でも1週間ちょっとかな、休みもらってで行ってきたんだけど、はい、うん、今その時だよね、その同性なら、はい、写真撮ろうと思うじゃん、アフリカで。まあ思いますよね、うんうん、そうそう、まあそれが第一歩かもしれないね。でそこで買ったんだよね、アフリカの写真撮りたいから、動物とか、はい、なんかその風景の写真撮りたいなと思って、あ、うん、何買ったんですか、ちなみに。キャノンの A1 っていう、ね、ちなみにレンズ何買ったんですか？でももともとあったのが50の標準が1本あって、はい、でやっぱりアフリカに行きたいから長いのを 200mm、 あー、単焦点、そうと、はい、28mm コンパクトカメラ 35mm ぐらいの、はいはい、を持って行ったのかな。へー、写真やったことなかったから、はい、まあ、そこで初めて、そこでこの意味は何なんだろう、はい、まあ、本を買って見てきたの、はい、あ、そういうことなんだっていうのがなんとなく分かって、はい、フィルムにもポジっていうフィルムとネガっていうフィルムがあるんだっていうのもそこで初めて知って、で25で初めてカメラ買ったんですか、うん、へえ、遅いよ、
遅い。カメラマンをになってる割にはね。そうですね、そう思います。カメラ買って勉強してからアフリカ行ったんですよ。そう、まあ、そこでまあフジフィルムの存在初めて知って、はい、それからネガじゃん、映るんですよ、みんなネガだから、はい、で、まあ、まあ説明によると、はいはい、フジフィルムはすごい綺麗ですよみたいな。わかります、わかる、わかる、わかる。ただすごく難しくてみたいな、露出の設定が難しいんですみたいな。一応日本でこう試し撮りとかしても一応まあなんとなくは、なんとなく映るから、はい、カメラ、はい、まあ、優秀だから、はい、TTF とか、はい、でまあ行ったんだよね、はい、うん、で行ってまあ撮ってきました。全ポジ、全部ポジ、いやポジとネガ両方、あポジも半々ぐらいかな、全部で50本ぐらいかな。でまあ帰ってきてからか、はい、うん、でまた普通の仕事に戻るわけですよね。うん、そう戻るんだけども、はい、なんかまあたまたまなんだよね、その時、はい、恵比寿の写真美術館で、はい、ナショナルジオグラフィック、うん、アフリカ展っていう、おアフリカの写真展を開催していて、はい、あの、そうそうそう、そのアフリカに行った時に知り合った人たちと、はい、見に行こうかって、ああはい、見に行ったの、はい、うん、そのなんだろう、写真の違いに、はい、まあ、愕然としたけどね、自分の中では、まあ、うまく撮れてるのもあるななと思いながら、うんうん、ね、まあ、それなりに満足してたけど、うんうん、まあ、してたんだけど、はい、見に行ったら、はい、全然違うじゃん、当たり前なんだそれはそうですよね、当たり前だ、まあ、それはそうだろうそうそう、もうちょっとやっぱ勉強したいな、あ、うん、もうちょっとうまく撮れるようになりたいなっていうのはきっかけかな。へ、そう、働きながら、まあ、僕が行ってたその学校はないけど、はい、学校、その学校、学校行ってたんですか結構衝撃なんですけど、これは知らなかったっけ、知らない学校っていうかカルチャースクール、ただその名前がね、はい、実践プロ養成写真塾って、うわ超クールそこでは、はい、その、まあ、カメラの一眼レフの使い方から、はい、1週間に1本、まあ、フィルムを渡されて、はい、このフィルムで、はい、まあ、テーマを決められて、例えば光とか、あいあ、はい、音とか、春とか分かんないけどめちゃくちゃ難易度高いですけど、ね、そうそう、光も音も、で、はい、でこうそのテーマに沿って撮ってきて、はい、で1週間後の授業で見せるっていう形式、はい、のスクールで、まあ、その他にもちろんモノクロの現像のやり方だったりとか、はい、うん、まあ、その他ものをいろいろ教えてくれる。ああ、いいっすね。それ3ヶ月 ?3 ヶ月ぐらい。あ、そう。俺、すごい聞きたかったのが、佐藤さんって、その学校行ってる時点から、うまいんですか、写真。いやー、そんなわかんないよね。いや、学校行ってる時は別に、取り立てて、なんかいつも一番いい賞に選ばれるとか、うん、そういう感じではなかったんですか？いや、全然全然。だから正直、はい、写真のうまい下手の基準なんて、なかなかわかんない。分かるようになったのっていつみたいな話じゃん。分かります、そうですね、そうですね、確かに結構難しいじゃん。難しい。その当時分かるわけもなくて、うんうん、自分の写真がいいか悪いかもそうだし、うんうん、まあその極端な人のね、ナショナルジオグラフィックの写真見てみねって、うん、まあそこまでいったらもちろんやっぱ違うんだろうけど、うんうん、僕らレベルの話だったら全然分かんないじゃん、そんなの、うんうん、だからその行ってる時もなんだろうね、別にプロになろうとか思ってなかったと思うんだよね。それ25歳の時点でも別に思ってなかったと思うんだよね。そう、ただもう一番のきっかけが、はい、そこで教えていた先生が、はい、まあ、物撮りの先生だったんだけど、はいはい、うん、でまあ、その先生が、はい、まあ、声をかけてくれたっていう。佐藤さんに。そう、まあその本気でやるんだったらアシスタントとして雇ってあげるけどどうするみたいな感じで、え、ね、なんかね、じゃあやめようって、会社をあ、思い入れもなかったからじゃない、仕事に対して。将来どうなりたいみたいなのもなく、うん、だからでもそこにいたらさ、そこにいる上司がやっぱり自分の未来像だったりするわけじゃん。さ、みんな普通にこう家庭を持って、うん、家庭を築いて、うんうん、まあ、この家庭のためにここで働くんだろうなっていう、うんうんうん、まあ、未来像しか見えなかったから、あ、うん、まあ、あとはね、可愛い女を見つけるか見つけないかとかさだけじゃん、なんかね、そうですね、まあ、10年後にはね、課長になってとか
うん、15年ぐらい部長になってみたいな、うん、まあ、感じなのかなって感じじゃん。うん、そこ別にすごい決心とかじゃないんですね。あんま考えてなかったよ。そっか、じゃあそんなになんか激しく決心するっていうよりは覚悟も持ってなかったね。俺は絶対プロでなって食ってやるとかいう覚悟も全くなかったね。そうなんですね。全くなかった、ね。でその会社辞めたんですか。それをそう会社辞めて、はい、まあ、もちろんやっぱ止められるよね。プロカメラマン本気で言ってんのみたいな。それは会社の人に。そうそうそう、なんで辞めんのって言われるから、はい、カメラマン目指そうと思ってって言ったら何言ってんのみたいな話じゃん。もう親もそうだ、もちろん。まあそうでしょうね。うん、親もね、はい、もう、 うちの親もちゃんと、まあ、サラリーマンをしてた人だから、はい、まあね、安定を求めるじゃん、うんうん、そんなリスクになることだってね、どうすんだよね、うん、話になるじゃん。さあ飲み物買ってきていい？あ、今撮ってんのか。どこまで話しましたっけ。で、アシスタントについたんですよね。もう本当に弟子みたいな感じですか。うん、仕事があれば土日も関係なく手伝ってみたいな。それ何年ぐらい続いてたんですか。3年ぐらいだと思う。3年もやってたんですか。3年やってないのかな。え、でも結構長いですね。気が2年か。ごめん、ちょっとあんまり覚えてないかもしれない。で、それで、まあ、2、3年やってて、で、まあその都度その都度きっかけがあって、なんかね、それがね、知りたいんです。そうです。次のきっかけは、はい、そこにいた、まあ、マネージャーさんがいて、女性の、まあ、結構相談に乗ってくれたりとかしていて、で、まあね、なんかね、ある時ね、飲み行こうかっつって、はい、その時に佐藤君ね、もし本気でプロになりたいんだったら、はい、ここにいちゃダメだよって言われて、プロになりたいんだったら第一線でやってる人のところに行きなさいって言われたんだよね。第一線でやってる人のところには必ず、はい、まあ、一流のスタッフしか集まってないし、はい、そういう人を見て勉強しないと生きていける世界じゃないって言われて、うん、うん、ああって。ただやっぱ自分の中ではさ、やっぱこうど素人雇ってくれたさ、王みたいなのもあるじゃんさ。ちょっと迷ったりもしたんだけど、そこでまあちょっと考え直して、そう言われたことによってね。でもコマーシャルホテル。これ毎回出てくるんですよね、コマーシャルホテルって。何個しかないでしょ。何なんですかね、面白いですよね。一番最後のページの、はい、わかりますよ。アシスタント募集で宮沢雅昭って出てたんですか。そうそう。てかほら、また話戻っちゃうけど、まあ、写真の良し悪しなんてその時点でも多分分かってなかったんだよ。でも当時はなんかこう分かったつもりで物を話したりとか、うん、分かります、するじゃん、なんか、はい、僕ずっとそうです今もで、そう、募集して、応募して、あ、その履歴書送って、うん、電話来て、うん、で、あの、面接してみたいな、うん、ただ、宮沢さんの証言によると、もうその時点でブックがめちゃくちゃ良かったっていう、そうって言われたんだけどね、後々にね、はい、うん、でも、そう、なんかそうでもなかったんですか、自分的には。いや、分かんないよね、だってその基準が自分では。まあそっか、うん、何持ってたんですかブック。まあアフリカで撮った写真、はい、と、はい、あとに、ね、日常的なスナップをちょっとまとめた。そんなにまあ、あの、あれですか、あの、まあ、ふ、あの、なんていうんですかね、佐藤さんの写真って、あの叙情的な、なんていうんですかね、こう空気感のある、その、でもこれ言葉無理だな。その当時は別にそんなでもなかったんだよ。方向性は一緒。いや、全然違うと思うよ。あ、そう、全然違うと思うよ。でもそれでもすごい良かったって言ってました。何が良かったの。確かに、うん、確かに。でもやっぱ、でもほら、はい、ね、やっぱり我々には見えない世界でやっぱり見えてるじゃない、やっぱあのレベルまで行くとさ。だからやっぱ何かしら感じくれたんだもん、そう当時。そのドレッドだったんだよね、確かに。だって腰の悪いドレッドの兄ちゃんだったんでしょ、ただ。その時はまだ腰悪くなかったんだ。でもだって入って1週間で腰やったとか言ってませんでしょ。ちょっと話盛られてるもん。面接行って、うん、で、まあ取ってくれて、うん、でアシスタントとして働き始めた。まあでも何も通用しなかったんだ、ね、やってきたことが全然通用しなくて、まあ、コテンパンだよ、ね、それで。でも今に続くみたいな感じなんですか。